四日市横穴群は、大分県宇佐市大座四日市にある横穴墓。1957年11月28日に国の史跡に指定されている。古墳時代後期には、埋葬者の階層が拡大し、数十から数百の墳墓が一箇所に集まった群集墳が作られるようになった。横穴墓は、群集墳の一種で、丘陵の斜面に横穴を掘って、母室を設けるものである。 四日市横穴群は、宇佐市四日市地区の賀山と呼ばれる丘陵の業界岸の斜面に築造された161基の横穴墓からなっている。横穴群は、75基の賀山市群と86基の1基種市群に分けられる。6世紀後半から7世紀にかけて築造されたものと推定されている。四日市横穴群の横穴墓の形式は、平面が大円型で、 断面がかまぼこ型の原質に短い沿道がついたものが多い。横穴群は古くから知られていて開口しているものが多く、組織的な発掘調査も行われていないため、埋葬の対応や副葬品などについてはよくわかっていない。中には、香山やま39号母、40号母、1機種62号墓のように、彩色文様が施された装飾横穴墓もある。 加賀山ましは南北約160メートルにわたり標高28から40メートルの斜面に6段に築造されており数基から十数基の横穴墓ごとに将軍となって階段状に並んでいる。一期主市郡は加賀山ましとの間に小さな谷を挟んで標高28から36メートルの斜面に3から4段に築造されている。ありがとうございます。